皆さんこんにちは、ビリレーの小林です。今回からですね、ちょっと肩トレシリーズということで、肩トレについてですね、がっつり解説をしていこうと思っております。初回になる今回はですね、肩トレを始めていただく前にしっかり知っておきたい三角筋の働き、機能とトレーニングをする際の注意点、こういうところに気をつけてトレーニングのメニューを組んでほしい、そういうところを今回はね、解説させていただきたいと思います。まあ皆さんがね、知りたいのは、どうすれば肩効率よく大きくできるかとかね、どういう種目やったらいいのとか、何レップやったらいいのとか、そういうところだと思うんですけども、このね、三角筋、肩の筋肉がどういう動作で使われるのか、どういう動き方をすれば効率よく鍛えられるのかっていうのを理解した上でトレーニングをやっていただくのと、知らないままトレーニングをやっていただくのとでは、全然効率が違います。筋肥大の効率が違うので、退屈かもしれませんけど、最初はね、しっかりね、座学の時間聞いておいてください。これを知ってると知らないとで、ね、全然効率が変わってくるので、この三角筋の機能というのをね、しっかり覚えていただければと思います。肩の三角筋のね、機能、どういう動きをするときに使うのかというところから解説させていただきます。この三角筋っていうのは3つの部位に分けることができます。機能別にですね、まず前側ですね、三角筋前部、そして三角筋中部、三角筋後部ということで、前中後のね、3つのパートに分けることができます。で、それぞれ若干ですね、機能が違ってきますので、それに合わせた鍛え方をしていく必要があるということですね。では早速ね、各部位の機能について説明をしていくんですけども、まずはフロントデルトと呼ばれるね、三角筋前部の方ですね。これはまずですね、一番大きな機能は肩関節の屈曲という動きです。この横にダラーンと腕を下げたところから、前へ習えのように腕を上げていく動作、これが肩関節の屈曲という動作になります。そして2つ目が肩関節の水平内転という動作、真横に手を開いた状態から体の正面に向かって腕を動かしていく動き、これで三角筋全部使われます。そして肩関節の内旋、ここからぐーっと腕を内側にひねる動き、これでも実はね、三角筋の全部使います。そして最後ですね、これは補助的に使うところなんですけども、肩関節の外転といって、横に腕を垂らした状態から真横にね、腕を上げていく動作、これでも補助的に三角筋の全部は使われていきます。なので、まあ、一番大きなね、機能っていうのはこの肩関節の屈曲になるので、この屈曲の動き、要はプレスですね、で鍛えていくのが、まあ一番効率のいい鍛え方ということになります。三角筋のチューブはシンプルですね。肩関節の外転、体の真横から横にね、腕を上げていく、この動き、まあサイドレイズの動きですよね。でこの三角筋チューブっていうのは使われますので、まあ基本的にはこうレイズ系の種目とか、あとはこのショルダープレスの動きでも外転の動きっていうのは実は入ってきてますので、プレスでも実はね、しっかり三角筋のチューブっていうのは鍛えられてます。そして最後、三角筋後部、リアデルトと呼ばれるね、ところになってきます。三角筋後部、リアデルトの働きっていうのは、基本的にはフロントデルト、三角筋前部と逆の動きになってきます。なのでまずは肩関節の伸展、万歳したところから腕を下ろしていく動き、こっちが屈曲、この逆、伸展の動きで三角筋後部を使います。そして次が肩関節の水平外転、この前習えの状態から腕を横に持っていく、この動きが水平外転と言いますけども、この動きで三角筋後部を使います。そして、まあ、補助的にですけども、上腕骨の、外旋、腕を外にひねる動きとか、これも補助的にですけども、肩関節の外転、真横に腕を上げていく動き、
でも補助的に使ったりします。まあ、なので基本的にはリアレイズの動きですね、水平外転のリアレイズの動きで鍛えていただくのが、まあ、一番ねシンプルで手っ取り早いかなと思いますけども、このね肩関節の伸展、肘を下ろしていく動きでも三角筋工具っていうのは使いますので、ラットプルとか懸垂とかね、そういう背中のトレーニングでも実はね三角筋の工具っていうのは重要になる。これらの働きっていうのをしっかり覚えていただいた上で肩のトレーニングのメニューを組んでいただくと非常に効率よく鍛えることができますので、面倒ですけど頑張って覚えてください。はい、そしてですね、この三角筋のトレーニングをする際の注意点ですね、3つご説明させていただきます。まあ、これは私がね肩をトレーニングする際に個人的に気をつけていることでもあるので、人によってね注意点はいろいろだと思うんですけども、まあ、今回は私がまあいろんな方を指導させていただいたりですとか、自身のトレーニングをしていく中でこれはねなるべく気をつけてやった方がいいなということを3つに絞ってご紹介させていただきます。まず1つ目はリアデルト、肩の後部を優先的に鍛えていただくということです。3つのパートのうち三角筋後部って一番ですね皆さんが鍛えるのをおろそかにしがちなところ、弱くなりがちなところなんですよね。やっぱり肩で一番大きく皆さんしていきたいのって正面から見た時に横にこう張り出すような三角筋チューブのところなんですよ。なのでサイドレイズとかね皆さんよく頑張ってやるじゃないですか。で競技出てる方でもサイドレイズすごい一生懸命やってる方はたくさんいます。ものすごいね発達してる方もたくさんいらっしゃるんですね。で三角筋の前部はどうかっていうと、これ実はねベンチプレスとか胸のトレーニングで結構使うんですよ。補助的に肩関節の水平内転言いましたよね。これベンチプレスの動きと全く一緒なんですよね。なので胸のトレーニングでも結構使ったりするので、普通にショルダープレスやったりベンチプレスやったりしてると個人差がありますけどもね、大体ですね三角筋のまあ、チューブとまあバランスが取れるぐらいにはちゃんと成長している方が多いんですね。ただ三角筋の後部っていうのは、まあ、背中のトレーニングで一緒に鍛えられるとも言いましたけども、それだけだと刺激が足りなくてですね、三角筋後部のトレーニングを一生懸命ね大きくするぞと思ってやってあげないとチューブ全部とのバランスが取れないですね。そうすると肩の完成度がですね弱くなってしまって、競技に出る方はステージ映えしない肩になってしまう、大会で上位に行きにくいようなこうバランスになってしまうっていうこともありますし、私は趣味で鍛えてるだけだから別にいいですかというと、そういうわけでもなくて、実はリアデルトの筋肉量とか筋力が著しくですねサイドフロントに比べて劣っていると怪我の原因になってしまうんですね。リアデルトの力が弱くてチューブ全部が強くなってくると、だんだんね肩がね前に出てきて、いわゆる巻き肩という姿勢になりやすくなってしまいます。でリアデルト三角筋後部の筋肉っていうのは高重量のベンチプレスをやったりするときに肩の関節を安定させるのに非常に重要な役割を持っている筋肉なんですね。なのでそこの筋力が弱いとプレス系の種目をやったときに怪我をするリスクが上がってしまう。まあ、やっぱり趣味でねトレーニングしている方であっても怪我は避けたいですよね。というところでなるべくですねリアデルト三角筋の後部を優先的にしっかり鍛えるぞという意識を持ってねトレーニングをやっていただいて、まあ、やっとバランスが取れるかなぐらいだと思っておいてください。それぐらい実は三角筋後部を鍛えるっていうのは重要になってきます。しっかりねリアデルトを鍛えるぞという意識は持っておいていただけるといいんじゃないかなと思います。そして2つ目ですね、これは見た目のバランスに関わることなんですけども、今度は三角筋チューブと三角筋全部のバランスを取れるようにトレーニングメニューを組んでいただくということにあります。個人差によるところが大きいので、三角筋全部に刺激が入りやすい人、効きやすい人っていうのは普通に何も考えずにねショルダープレスとあとはベンチプレスとやってれば三角筋全部がどんどん大きくなっていって、特にねバランスが崩れたりはしないっていう方もいるんですけども、中にはですねショルダープレスやってると三角筋全部にほとんど効かなくて三角筋中部にばっかり効いてしまう方っていたりするんですね。トレーニングを始めた最初の頃にサイドレイズをすごい頑張ってやっていて、三角筋チューブの神経伝達だけこう発達してね
三角筋チューブがものすごい効きやすくなっている方にありがちなんですけども、そういう方って冷蔵頑張ってね、三角筋チューブ大きくなりました、で神経伝達も良くなりましたっていう状態になると、普通にねショルダープレスをやっていると本来であれば三角筋全部にある程度効いてくれるはずが、全然ね全部に効かなくてチューブにばっかりね効いてしまう。そんでプレスをやっててもどん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 ねチューブばっかり大きくなっていってしまって、三角筋全部が大きくなってくれないと、フロントデルトの成長が遅れてしまって見た目のバランスが遅れてしまう、そういう方ね実は結構いらっしゃいます。競技を目指して頑張ってる方に結構ありがちなミスだったりするので、特にね競技を目指してやってる方とか、まあ競技を目指してるわけではないですけど、ボディービルダーとかフィジークに出てる選手みたいなかっこいい体になりたいというふうにね考えて鍛えてらっしゃる方は、ちゃんとサイドデルト三角筋チューブとフロントデルト三角筋全部のバランスが崩れてないかっていうところを見ていただいて、ちょっとね前の方が成長が遅れてるなっていうふうに思う方は、フロントデルト三角筋全部の成長が追いつくようなメニューの組み方というのを考えていただくのを強くお勧めします。そして最後3つ目ですね、これ一番大事です、忘れないでください。しっかりですねトレーニング前にウォームアップをしていただくということになります。もうこれをサボると大変なことになるから絶対にやれっていう風に私は先輩のボディービルダーから聞かされています。なのでどんなに時間がない時でも私は絶対に肩のウォーミングアップっていうのは欠かさないです。肩のトレーニングだけでなくて背中のトレーニング、胸のトレーニング、まあ要するに上半身のトレーニングやるときは必ずですねどんなに時間がなくても肩のウォームアップだけはやるようにしてます。それぐらい肩っていうのは怪我が多い部位なんですね。まあ私もね肩をまあいくつか怪我してるんですけども、まあそれは筋トレが原因じゃなくて、まあ学生時代にやった野球が原因だったりとか、まあするんですけども、肩っていうのはこう自由にね関節が動かせる分非常に不安定な関節でもあるんですね。自由に動く分やっぱり脱臼とかそういう怪我がね非常にね起こりやすい関節でもあるんですね。その不安定な関節を安定させるためにインナーマッスルが関節の周りを覆っていてですね、しっかり肩を安定させてくれてるわけなんですね。ローテーターカフと言ったりしますけどね、このローテーターカフっていうのが非常にね怪我をしやすい筋肉なんですね。断裂したりとか炎症を起こしたりとかそういう怪我を非常に起こしやすい筋肉なので、今は大丈夫でも突然ですねこの痛みが襲ってきたりとか突然ブチッと切れてしまったりとかそういうことが起きてしまうんですよ。なのでそういうことが起こらないように肩のトレーニングの前、できれば背中とか胸のトレーニングの前にもこの肩のウォームアップ、ローテーターカフのウォームアップっていうのはしっかりやるようにしておいてください。ということで今回は肩トレをする前に絶対に知っておいていただきたい三角筋の機能、働きについて解説をしていきました。まあ三角筋ね前部、中部、後部とある中でしっかり動きが違いますよと、前部、中部、後部というふうに動きがねそれぞれ違いますので、それに合わせたね鍛え方が大事ですというお話させていただきました。しっかりね覚えていただければと思います。 B レジェンドでは LINE でお得な情報を配信しておりますので、興味のある方はぜひぜひね概要欄のリンクから登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。